二条町吉井。霊峰浮岳の中腹に浮岳神社は鎮座しています。神宮皇后が朝鮮半島に渡航したとき、浮岳山頂で安全を祈願し、帰国後、神社が創立されたと伝えられています。やはり見晴らしの方から言いましても、かなり壱岐対馬その先ぐらいまで見えるということで、海上安全まで含めたところでお祭りしてあるものと思っております。筑前国と肥前国の境にそびえる浮岳。その山頂に浮岳神社の上宮があります。かつてここには相撲場があり、毎年秋になると筑前と肥前の対抗相撲が行われ、大変にぎわったといいます。浮岳神社には奈良時代にインドからの渡来僧青瓦上人が開いたとされる久庵寺がありました。現在、久庵寺は姿を消しましたが、当時の仏像群が今も残されています。
平安時代の作とみられ、国の重要文化財に指定されているこれらの仏像は、各所に漆の下地などが見られることから、当初は鮮やかな色彩を身にまとっていたと考えられています。